新しい吉久停留場は、富山県港、岡市吉久にある万葉線の停留場。高岡市衛生公社のリサイクルセンターがほぼ正面に位置しており、テック、リサイクルセンター前という副駅名がある。片原町、新し吉久、吉久の3停留場は、道幅が狭いために、ペイント式の停留場であり、そのため利用者が通行する車にはねられる事故が、 たびたび起こっている。新しい吉久では2008年2月に死亡事故、2013年9月には渋滞事故、片原町でも2015年11月に車に跳ねられる事故が起こっており、利用者の安全確保が問題となっていた。これを受け、できる範囲でホームの設置を行うこととなり、新しい吉久停留場では2017年の夏頃をめどに、 これまで事故が多く道路拡幅可能な下り側の停留場をかさ上げしホーム設置を目指し、同年7月3日より共用開始した。なお上り停留場側は道路拡幅が難しく、これまで通りペイントのみのホームとなる。整備費用は約1100万円である。またこの際、福駅名としてテク・リサイクルセンター前と命名された。相対式ホーム2面2線の地上駅。 乗り場は、下りが、上屋のあるスロープ付けホームであるのに対し、上りは路面に、白線の枠の中を水色でペイントされただけのカニーな、ものであり、上屋はない。電車の交換が可能である。ありがとうございます。